問始まりました。イベント情報局のお時間です。はい。担当は、ゆうちゃんがやらせてもらってます。はい。では、早速始まります。始めましょう。7月7日、土曜日、松本かな子写真集発売記念ライブ。担当は、まあ、まだ。予定だったんですけども、うんね、ちょっと直前に今週になって体調崩されたということ で、はい、で週末のライブに向けて休んだ方がいいだろうということで、はい、イベントの紹介だけ、はい、会場が14時半、開演が15時、ホテルサンバレーナスのクイーンズコリーナというところ で、はい、で参加費が前売りが2500円、当日が3000円、ドリンク、ケーキ付きとなっております。チケットまだちょっと聞いてないですね。はい。お問い合わせは、塚原さんという方、080-6682-0035 までよろしくお願いします。はい。はい。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい。続いても、同じ。仕事ではぜひ野田さんに食べていただきたいお蕎麦を思ってますので、野田さん以外の方は食べられないと思います。なかなかないんですけど、スタッフの方も楽しみにしていてください。これでお会いしましょう。以上です。はい、ありがとうございます。はい、続いてさっきの方がいい。メンテルにあとでいいですか。じゃあ、はい、14日、エバーグリーンミュージック第5回アコースティックライブ、担当は、お願いします。見つかりました。14日、土曜日になります。はい。それがないと見えないのか。そう、見えない。旧黒磯市ですね、那須塩原市の東原というところで、こちらライブ会場になっております。エバーグリーンミュージックというのがありまして、時間は6時30分、夜の6時30分会場の夜7時開演となっております。はい、入場料は1000円、当日のお支払いでですので会場でお支払いください。飲食物の、ね、持ち込み可ということでね、持ってっても構わないということで、出演アーティストですけれども、7時5分から サウンドタイズ、ホワイトゴスペルになるそうです。ホワイト、はい、7時35分から平山さんという方のギター弾き語りです。はい、はい、8時5分からはココブル、私たちココブルが初めてね、出させていただくことになっております。そしてその後ですね、8時40分からイージーバンドっていうのかな、がオールビーズとなっています。私たちココブル初めてなので、ちょっとまだね、会場も行ったことない、初めての場所なので、ちょっと、ドキドキワクワクな感じになっております。はい、お問い合わせ、出てる何で調べてるか、
エバーグリーンミュージックで出るのかなと思います。もしくは黒磯とか黒磯でアコースティックライブで調べてみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いても15日、はい、日曜日夏祭り長い、はい、担当まこさん、はい、続きまして夏祭り in 長井ということで、こちらは矢板市の長井になります。ちょっとリンゴのね有名なところなんですけれども、廃校になった長井小学校の体育館で行われます。まあ、子ども中心とかね、地域の方、中心になるかとは思うんですけれども、誰でも参加ができますので、はい、時間は10時から午後の2時です。駐車場は校庭になります。はい、で、はい、模擬店などもね、たくさん出ます。はい、こちらにゲストに来ていただいたたまにテトテさんとかですね、あとは筆持ちの翔太さんなどいろいろ、あとクリックさん、ビストロでクリックさんも唐揚げとかも出店があります。はい、そしてステージの方もありまして、アフリカンダンスややっちゃれ隊、あとオカリナ、ココブルーも出させていただきます。あと高校生マジシャンの直樹くんのステージもあります。リラックスになっております。ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。はい、続いても同じ15日の日曜日、シャリプロベルヘタカラナスブルゲルヘ高3のトリプルコラボ、はい、担当ははい、はい、おはようございます。今回ですね、ベルフェ高原那須のホーム戦でまた出展させていただくことになりました。当日はですね、チャリプロとあとはルーベルフェ、あのベルフェ高原那須の自転車部っていうんだよね。そうですね、自転車部、あと整え会とかとも一緒にコラボすることになってまして、自転車イベントの昼食も一応提供することになっています。あと当日あのベルフェ高原那須の、ホーム戦で、矢板の運動公園で試合がやりますので、そちらの方でも一応販売させていただくことになっています。予約優先で、限定数で作っていきたいと思います。で今のところ20食ぐらい予約入ってますので、当日は、今のところコウさんの自家菜園で作った野菜をメインで今作ろうかと思ってまして、トマトがちょうどピークになりそうなので、トマト、あと間に合えばシシトウとかピーマンもちょっと使って、あとチーズですね、使ってカレーを当日は作ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらの方は何か、カレーが気になるんですよ、お値段。あ、この日はですね、あの朝一とかと同じ値段で600円で提供させていただきたいと思います。このメインの、まあ、チーズとトマトのカレーにチキンをつけて、あと付属の野菜に関してはですね、当日の自分の畑の出来具合によってちょっと変わると思うんですけども、楽しみにいらしてください。はい、大体50食か60食ぐらいメインで作ろうかと思ってます。はい、1食600円です。補足なんですけど、はい、8時から城の湯温泉センターの駐車場になりますかね。そこでまずチャリ整え会をやります。で定員は10人で、その後ルーベルフェの企画になってて、その城の湯から10時に出発してサイクリング会を10時に出発して、でベルフェ高原那須のホーム戦の会場である矢板運動公園で皆さんで応援しようという、そういう企画になります。で高3のカレーもれなくついてくると、
一応カレーの方の販売は11時からしますの で、うん、でサッカーの試合のキックオフは12時からなってます、はい、試合自体はですね無料で観戦できますので、はい、サッカーを見ながらねカレーをスタンドで食べてもらうっていうのが、まあ、ちょっと理想で皆さんに盛り上げていただくとありがたいです。はい、前回初勝利のホーム戦も大さんのカレー企画の時だと僕もプレッシャーがかかってます今回も、はい、ぜひ、はいはい、2勝目をなんとかなればと思ってます。はい、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、続いては21日土曜日保健庁商店会納涼祭担当はあこさん。はーい、します。はい、保健庁商店会の納涼祭、これね、はい、花火祭りです、はい、毎年やってますね。遊びに行ったことはあるんですけれども、ちょっと花火は、はい、午後の7時30分から打ち上げが始まります。大抵なんかいつも雨なんですけれども、はい、今回ミュージシャンのねステージがありまして、早い時間からあるんですけれども、午後3時から、はいはい、その納涼祭の挨拶があります。で3時30分からが、ココブルの演奏になります。そして4時30分からは松野二郎さん、午後5時30分からは君島大輔さん、はい、そしていよいよ7時30分からが花火の打ち上げとなっております。レッツさんはじめですね、たくさん出店もありますので、はい、ぜひ遊びに来てください。西那須野の中央公民館のね、はい、広いところで、やることになっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、同じ21日土曜日大田原クリテリウム担当はふーちゃん。はい、私ふーちゃんが担当します。はい、場所は野崎工業団地内の周回コースになります。去年と一緒です。Jプロツアー第14戦の第2回 JBCFの、はい、試合になってます。で一瞬 2.5 キロ、はい、ではやっぱりカテゴリー別に周回数分かれているので現場に行って、はい、調べてください。で続いて22日日曜日、焼いた片岡のロードレース、はい、担当続きまして、はい、ふーちゃんやらせていただきます。はい、次の J プロツアー15戦になります。で今年で2回目になります。回想は去年と同じ片岡駅西口周辺から堀内矢板周辺一周10キロのコースで戦うがあります。去年は駅前のロータリー回れなかったんですよ。今年は回ることになってさらに迫力が増すと思います。で駅の西口とコリーナのホテル周辺で飲食ブースがあるんでそちらに来場してもかなり楽しめると思います。
皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、こちらも29日日曜日次の週になります。第9回榊原会館まで知れ、はい、担当はうちゃんうちゃん、はい、すいません連続ですね。3回ぶりか4回ぶりにやっと出られることになりました。いろいろ用事があって出られないんですけど、出られなかったんですけど、今回やっと、はい、出ます。で、時間は10時半から15時で、場所は黒磯の榊原会館で開催します。ブースは、70いくつぐらい、ちょっとうろ覚えなんです、あ、申し訳ありません。飲食から雑貨からステージまでいろいろあるんで、かなり楽しめると思います。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。で、同じ日なんですけど、第6回焼いたカップ八方ヶ原コムチャレンジがあります。そちらは自分は出ないんですけど、焼いた地域おこし協力隊の自転車やフレーシュさんが毎回主催して頑張っている大会もあります。で、場所は、集合場所は八重田の平野パーキングで、8時からライダースミーティング、8時半からレーススタートで、30秒おきに1人ずつで計測されます。で、10時から下山が始まって、11時にゴール計測終了で、12時から表彰式&抽選会があります。で、13時でイベント終了になります。で、参加の申し込みは4月20日で締め切りになります。で、定員は60名で、参加費が2000円代込みになります。まだ空きがあるみたいなので、 Facebook の八重田市地域おこし協力隊で調べて、そこから申し込みしてください。よろしくお願いします。はい、続きまして、12日木曜日と26日木曜日、超セラピー体験会プラス7月15日カフェデマルシェ、担当はさん、はい、お願いします。下になっちゃいましたけれども、はい、7月12日と26日どちらも木曜日ですけれども、はい、カフェプチビラージュ三田原市三原にありますビラージュさんの方で超セラピー体験会、はい、超お腹の、はいはい、セラピーの体験会ができます。通常ですね、4000円のところ参加費2500円でドリンク付きでお得なコースになってまして、はい、30分コースです、はいはい、予約優先になりますけれども、午前の11時からなんと夜の9時までやってまして、はい、受付が午後10時までに受付されれば受けられる。で、この腸をね、活発にするってことですかね。で、妊活にもいいそうで、はい、ぜひお試しで行っていただきたいと思います。はい、そしてその同じそのね、カフェプチビラージュさんでもう一つあるのがカフェデマルシェというイベントになります。こちらは奇数月に第3日曜日に開催されてます。今度は7月の15日です。
午後2時から午後5時までとなってまして、カフェの中で、占いとか手作り小物、ボディーライトニング、クイックマッサージ、心のブロック解除、FTW 食べ比べ、宇宙の話とかね、いろいろたくさん盛りだくさんになってまして、入場は無料、各セッションは有料となっております。店内にてワンオーダーお願いしますということでね、こちらも、カフェプチビラージュさんの方に、お問い合わせはしてください。0287-55-0578 です、電話番号ね。はい、ということでいろいろね、いろんな体験をしながらきれいになりましょう。はい、ということでした。はい、ありがとうございます。イベント情報は以上でよろしいでしょうか。はい、ではエンディングのコーナーになります。はい、皆さん集まってきてください。お願いします。まだもう一つあったみたいですね。13日にですね、星太郎祭りの第3回目が行われます。サプライズ化で行われますので、チケットも発売しました。よろしくお願いします。はい、レディオ。